こんにちは、プラと申します。今日は10月の26日の土曜日です。今回は玉レタス、極早生のシスコの収穫をしようと思います。現在の状態なんですけど、もう完全に多分収穫時期が遅くなってしまったようで、ちょっと失敗しました。それではちょっとアップしたいと思います。現在の状態です。結構葉っぱの方がもう色あせたりしてます。まあレタスはなんか菊科みたいで、まあもう一個育ててる白菜に比べると虫食いはほとんどなかったんですけど、その分なんか水やりというかちょっと繊細さを感じました。なんかフチ腐れ病とか、あの葉が黒くなったりする軟腐病とか腐敗病っていうのがあるみたいです。ちょっとお見苦しいんですけど、ちょっとこっちの方が結構もう傷んでしまってます。一応定植したのが9月5日なんですけど、なんか適期に植えたら、定植したら35日から40日でも収穫時期みたいです。ということでもう収穫期をかなり遅れてる状態です。こちらの方はなんかべっこに新しくニョキニョキ伸びてます。根元の方はこんな感じです。ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、なんかこう一本芯があるんですね。初めて知ったんですけど、ちょっと見えにくくて、一本芯があってその上から生えてるという感じです。で、本当であればナイフでこの辺をスパッと切るみたいなんですけど、まあナイフを持ってないのと、ちょっとどんな風に根が張ってるのか気になるので、手で掘り起こしていきたいと思います。ちょっと抜けるんですかね。お、抜けそうです。あんまりそこまで根が張ってないですね。ちょっとあんまり土も良くないんだと思うんですけど、もう結構もう傷みがひどいですね。水のあげすぎだと思います。もう裏の方もちょっと傷んでしまってます。ちょっとすいません、汚らしくて。とにかく若取りというか、もう8分9分の結球で早めに収穫するのがポイントみたいです。まあただサイズはあんまり大きくなくないので、やっぱプランターではすごく育てやすいのかなと思います。ただちょっと水やりとかは結構神経使った方がいいのかなと思いました。
簡単ではございますが、ちょっと食べれそうなところはしっかりすすいで生でいただきたいと思います。すごくいい勉強になりました。まあ、早取りと水やりに注意ということをすごく感じました。なかなかうまく玉になってません。あとなんかレタスあんまり連作はできないみたいで、まあ、同じ土だったらもう 2,3 年は置かないといけないみたいです。ちょっと次は玉レタスじゃなくてリーフレタスの方に挑戦したいと思います。今回はレタスの収穫でした。でこの小さいプランターでも、まあ、縦20横40ぐらいなんですけど、まあ、3玉ぐらいは植えれるんじゃないかなと思います。それでは今回はこの辺で失礼します。